はい、ということでですね、ということで本当にやっとだと思うんですけれども、本当にやっとと思ってる人多いと思うんですけれども、やっとですね、東京ですけれどもね、東京が10月25日から完全にですね、飲食店とかのね、こう自粛、時短営業がですね、完全に解除になるらしいっていうね、今日こういったニュースあるんですよ。でですよね、東京ってこれしばらくですね、もう1日の感染者数とかね、50人とかね、そんなのずっと続いてたんですよ。でもこれ実は今もですね、これ時短営業とかでね、要請してたんですよね。地方の人とかね、ちょっとわかんないかもしれないですけれども、これ北海道とか福岡ね、もう一足先に全面解除してるんですよね。でも実は東京ですよ。大都市東京がですよ。大都会東京が1日にですね、感染者50人とかね、そういうのはずっと続いてるんですけれども、なのにこれですね、解除してなかったっていうね、これがやっと解除になるんですよ。10月25です。来週の月曜ですね、これ。だからこれですね、ちょっといろいろネットとか見てると、地方の人とかね、海外に住んでる日本人からすると、ちょっとね、呆れられてたんですよ。東京まだ解除してないの、バカじゃないのってね、呆れられてたんですけれども、やっと解除だと。ただこれがですね、ちょっとね、その解除の話もするんですけれども、これね、解除して時短営業とかなくなって、通常営業に戻ってもこれですね、飲食店、これからもちょっとね、潰れ続けるんじゃないかってね、そういった話があるんですよ。今日ちょっとそういった動画なんですよ。あんまちょっとネガティブですけれどもね。これからですね、ちょっとあるデータ、今日紹介するんですけれども、あるデータ、ある数字があったんですよね。それを今日紹介して、なぜこれからもですね、飲食店がちょっとね、良くない状況が続くのか、潰れるお店がね、増え続けるのかって話をちょっとしていきます。まあ、すごいシンプルなね、データっていうかアンケートなんですけれどもね。はい、ということですね。ではまずですね、ちょっとここから始めさせてください。これがですね、時短制限全面解除のお知らせっていうね、そういった話からです。新型コロナウイルス感染者の減少を受け、東京都は21日、十分な感染防止対策を実施している認証を受けた飲食店について、25日から酒類提供の制限や営業時間の短縮要請などを全面的に解除すると決めた。現在は1グループ4人以下としている人数制限も撤廃すると。ということで、完全規制撤廃かーってね。っていう風にね、ちょっと思いきやちょっとこんなことも書いてあるんですよ。ちょっとね、まだ少し制限残るみたいですけれども、こういうの書いてありました。これが、5人以上で来店した場合は、ワクチン接種証明の提示を求める。っていうことで、これだから、っていうね。だからこれあれですよね、ワクチンパスポートを導入するってことで東京ではね、いよいよ始まるっていうね、そこだと思うんですけれども。っていうことでね、ちょっと今日はワクチンパスポートの話でちょっと置いておきます。これ話すとね、これ一つで動画になっちゃうんで、今日その話でちょっと置いといて、とりあえずですね、東京がですね、これね、飲食店のね、時短営業とか、酒類の提供の制限というのは全部解除されると。とりあえずね、そういうことになると。でもこれですね、ようやく解除なんですけれども、もうこれ今ね、10月22ですからね、これ。どうなんでしょう、これね。なんかね、僕ちょっとね、ニュース見たんですよ。ちょっと見出しだけで、ちょっと中身読んでないんですけれども、見出しで見るとこれですね。なんか、地方では、なんかね、2つぐらいの県では今ですね、もうリバウンドが起こってるってね、そういった見出しあったんですよ。だからね、ちょっとある県ではもうですね、新型コロナの感染者がまたちょっと増え始めてるんじゃないかって、ちょっとね、細かく見てないんですけども、そういったニュースも、ね、出始めてますからね、もうね。だからこれですね、僕も動画の中で何回か言ってるんですけれども、これですね、新型コロナのね、こう、波、感染の波があるじゃないですか。これがね、起こるって結構ね、周期があるんですよね。同じぐらいの期間でね、起きて、収まって、起きて、収まってると。この波の高さはそれぞれ違うんですけれども、だいたいこのね、波が起きて終わる、波が起きて終わるっていうのは、この周期がね、だいたい同じなんですよ。それを見ていくと、もちろんね、完全に一致するわけじゃないんでしょうけれども、だいたい同じなんですけれども、それを見るとですね、10月下旬から11月上旬に、また波が始まるんじゃないかってね、そんな周期になっちゃうんですよ。だからね、もうそろそろこれですね、もしかしたらですよ、感染の波が始まるかもしれないんですよ。まあ、始まった時は気づかないんですよ。なんか増えた気がするなーって、結果ね、結果伸びてってですよ。山ができて、振り返ってみるとここから始まってたってね。それがですね、10月下旬から11月上旬じゃないかってね。僕はですね、見てる感じではそんな感じなんですよ。だからね、もうそろそろ本当は始まってもおかしくないんですよ、これって。なのに今頃解除ですからね。まあ、とりあえずね、やっと来週の月曜日に東京ですね、解除されるってことなんですけれども。でですね、そんな中ね、これ、解除されて、これからどんどん人が戻ってきて、で、飲食業界ですね、元のね、活気を取り戻すかというと、どうもこれやっぱりですね、それは違うみたいっていうね。これがですね、僕が好きなんですね、東京商工リサーチさん。ここはですね、アンケートやってくれてたんですよ。これをね、発表してくれてたんで、これちょっと紹介したいんですよ。これを見るとですね、やっぱりちょっと元にはね、戻らなそう。だからね、時短営業とか解除されても、それでですね、人手が戻るかって言ったらね、ちょっと戻らなそうってね、そういうね、アンケートの結果が出てるんですよ。これちょっと紹介します。これがですね、時短営業は10月25日から解除され、飲食店の忘年会、新年会の期待はこれまでになく高まっている。緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が全面解除された後の10月1日から11日、全国の企業を対象に某新年会の開催以降のアンケート調査を実施したと。それによると、なんとこれですね、企業の7割が開催予定がないと回答した。今年も宴会需要は収縮し、飲食業や関連業者のダメージは続きそうだ。
これはですね、具体的にはですね、こうあります。東京商工リサーチが実施した企業向けアンケート調査で、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に関係なく忘年会新年会を開催しないと回答した企業は 70.4% に達したということで、だからですね、これさっきやったように7割の会社が開催しないって言ってるんですよね。これはですね、緊急事態宣言が出てようが出てまいが、とにかくね、何があろうと今年はですね、忘年会も新年会も開催しないって言ってる会社が7割 70% ちょうどなんですよね。これでもね、こうだいぶな気がするんですけれども、7割がね、宴会しないっていうね。でも実はこれですね、去年もっとすごかったんですよね。当たり前っちゃ当たり前なんですけれどもね、これ去年だと2020年の12月実施のアンケート調査では、開催しないが 94.2% で、1年間で 23.8 ポイント回復したが、感染防止の意識が広がり、宴会を控える企業は多いと。だからね、去年よりだいぶ回復してるんですけれども、まだまだね、70% の会社がこれね、どうだろうと、会社の宴会とかしないって言ってるんですよね。もちろんこれですね、会社とかでやって感染者とか出てしまったら、これ誰かがね、責任問題とかなりかねないってことで、やりたくない、やらないってことだと思うんですよね。だからこれですね、難しいですよね、本当新型コロナって。例えばこれがですね、インフルエンザとかだと、これね、多分インフルエンザに感染してる人って基本的に多分ですけど、無症状とかってあんまないわけじゃないですか。だから感染してる人はね、体調が悪いって気づいていますけれども、でもこれ新型コロナだとね、結構無症状あるわけじゃないですか。無症状で宴会とかに参加していて、でも感染するわけじゃないですか。で、感染した人がね、無症状の人から感染したからって、感染したね、先の人がですね、無症状とは限らないわけじゃないですか。だからやっぱ問題なんですよね。無症状で宴会に参加してしまって、でですね、相手に移ってしまって、相手がね、すごい寝込んでしまったりとか発生するわけじゃないですか。そうするとなんかちょっと大事というかね、問題になりそうですからね。だからそうすると、これ無症状の新型コロナっていうのはね、もうかなりどう気をつけたってですね、これ防ぎようがないわけですよね、防げないと。だからやっぱ会社での大勢の宴会ってのはやめとこうってね、ことになっちゃうんですよ、どうしてもね。だからこれですね、そういった事情ですから、結果的にね、その結果としてはやっぱこれですね、しなくてもいい飲み会っていうのはしないっていうのが、これ正義みたいになってしまうんですね、会社ではね。これ少なくともこれ会社とかね、私的な場じゃないところ、そこではそうなっちゃうんですよね。だからですよ、そう考えるとこれですね、もうコロナがなくなるか何年かね、だいぶ経ってからじゃないと、やっぱり会社とかね、団体の飲み会っていうのは完全には復活しないと思うんですよ。そしてこれですね、今言ったようにね、会社にアンケート取ってみたら、これ平均値がね、7割の会社、70.4% かなんかね、ぴったりも 70% ぐらいですけれども、70% の会社がですね、なんだろうと、もう飲み会ね、新年会とか忘年会やらないって言ってるんですけれども、これね、県別のデータがあったんですよ。県によって違うっていうね。これちょっと面白いんで見ていきましょう。県によって数字が違うとね、平均値はね、7割です。70%、70.4%。これが平均値です。で、ちょっとね、県別のデータ見ていきます、これ。県によってどう違うのかね、ちょっと面白いですよね。都道府県別では、開催しないは、奈良県が 84.3% でトップ。だからこれですね、奈良県の会社がね、一番気にしてるってことなんですよ、コロナをね。で、全国でトップだったと。また、大分県は 81.8%、栃木県 80.7%、高知県 80.5%、富山県 80%。ということで、この5県がですね、80% 台だったと。まあ、すごい気を使ってる県だったってことなんですよ。何ですか？奈良県、大分県、栃木県、そして富山県。ここがすごいね、気にしてる県だったと。あとこれですね、開催しない、飲み会はしないっていう平均が 70% だったわけですけれども、会社に聞いたところね、これがですね、大都市で見るとこんな感じなんですよ。東京都が 69.9%、 だからもう限りなく平均値ですよね。大阪府、これが 68.6%。 ちょっと意外ですよね、大阪と東京そんな変わんないんですよ。だからね、ちょうど全国平均ぐらいなんですよ。平均が70ですから、東京が 69.9%、 大阪の会社も 68.6% が飲み会はしないって言ってるんですよ。そして神奈川県 71.3%、愛知県が 69.7%、 福岡県が 62.9%。 ちょっと下がりましたよね。ということはこれですね、書いてあったのが、これ全国で見るとですよ、総じて東日本が気にしている、慎重派なんですよ。でですね、西日本がどちらかというと積極派だからね、飲み会しようよっていうのがね、西日本に多いと。っていう感じで全国で見るとね、そんな感じの傾向が見られると。東と西で違うとね、面白いですよね。西日本の方はですね、ちょっと飲み会に積極的って書いてありましたね、記事ではね。ちょっと表現が面白いなとね。そしてですね、これがちょっと個人的な一番気になったんですけれども、これがですね、一方これですね、開催しないの最低だから、さっき言ったようにね、奈良県が一番ですね、会社の飲み会はしないって言ってる県だったわけですよ。これ逆にですね、会社の飲み会はするしって言ってるね、一番言ってる県、これも書いてあったんですよ。これちょっと気になったんですよね。これがですね、こうあります。これがですね、時短営業の要請が続く沖縄県で 48.5% だったと。わかります？これ結構すごい数字出てますよね、これね。
だからこれですね、全国平均で見ると 70% で、東京とか見ても 70% ぐらいなんですよ。でもこれ沖縄がですよ、 48.5% ですから、だからこれですね、飲み会をしないって明言してる会社は 48.5% で、まあ、残り半分ぐらいがね、するかも、まあ、するとは言ってないんですけれども、するかもって感じで、結構沖縄ダントツっていうかね、だいぶ開きがありますよね。48.5% の会社がしないって言ってるけれども、他の県はですね、70% ぐらいの会社が飲み会しないって言ってるんですけれども、だからだいぶ違うんですよね。で、これですね、これをもって僕はですね、全くこう沖縄をですね、批判とか責めようって気持ちはみじんもないんですけれども、ただね、これ、何度か言ってますけれども、これが言いたいんですけれども、今回のデータをもってですね、再度言いたいのが何回か言ってるんですけれどもね、これ何言いたいかっていうと、沖縄を攻めるわけじゃないですよ。でも言いたいのは、沖縄ってこれですね、人口比で言ったらですね、めちゃくちゃ感染者数とか出てるんですよ。多分これですね、全国で見たら人口比で見る感染者数、こう沖縄が多分一番出てるんですよ。今も多分そうだと思うんですよ。でですね、僕がすごい嫌だなと思うのはこれですよ。なんかね、こう沖縄にですね、東京から沖縄に行く人がいるから感染者がいっぱい出るんだってね、そういうことを言う人っているんですよ。でもね、僕は前から言ってるのがですよ、これね、なんかね、本当に東京から来る人が原因で沖縄にですね、感染者が増えてるんだったら、なんでですね、その原因である東京よりも沖縄の方がですね、感染者数が増えるんだってね、僕は前からちょっと疑問に思ってるんですよ。でですね、そうずっと思ってたんですけれども、今回こういったデータがあったわけじゃないですか。だからね、沖縄の方がね、まあこれですね、会社の飲み会に限るアンケートですけれども、やっぱりこういうの見てもですね、沖縄県ってそんなに気をつけてない、感染防止に気をつけてないってね、そういうの僕思っちゃうんですよ。だからね、これ東京から沖縄に行ってる人は原因じゃないって僕は思ってるんですけれども、やっぱこういうの見てもですね、沖縄に感染者が多いっていうのは沖縄の問題じゃないかと思うわけですよ。だからですね、沖縄の人がね、他の県よりも気をつけてないのかもしれませんし、もしかしたらですね、沖縄だけちょっと変異した違うウイルスが入ってるかもしれないっていうね。とにかく僕が言いたいのは別にね、沖縄の人をディスるとかね、何か文句を言ってるわけじゃなくて、沖縄にね、感染者が増えてるのは別にね、他の県のせいではないんじゃないかってことで言いたいんですよ。でもそういうことを言う人結構いるじゃないですか。それが僕は嫌だってことで言いたいんですよ。ただ僕が言いたいポイント伝わってますよね、きっとね。だから沖縄がね、感染対策あんましてないからダメだとか言ってるんじゃないんですよ。他の県のせいではないんじゃないかってことで言いたかったんですね。で、このデータ見てもそうじゃないかって言えるわけですよ。それちょっと言いたかったんですよね。ちょっと気分害した人も絶対ちょっといると思うんですけど、すいません。僕はそう思うんですよ。ということでですね、今回のこの全国の会社がね、飲み会するかどうかってアンケートはここまでなんですけれども、でですね、そんなアンケートの結果の中ですね、逆にこんな自治体もあるんですよ。これ自治体ですけれども、忘年会、新年会は積極的に、山形県鶴岡市は15日、市職員に対する飲酒を伴う会食、会合の自粛を取りやめ、で、これ、取りやめるのはわかるじゃないですか。今回ね、解除とかしてるわけですから。これからですね、山形県鶴岡市ですけれども、ちょっとね、取りやめるだけじゃなかったんですよ。これちょっと少し異例なんですけれども、これがですね、こういうふうにあります。一転して参加を呼びかける文書を発表したと。わかりますこれ。だからね、参加を呼びかける。だからね、みんな飲みに行けっていうね、そういった話なんですよ、これ。だからですね、ちょっとね、山形県の鶴岡市だけちょっとノリがね、違ったっていうね、みんなむしろ行けって言ってるっていうね、押してるって感じなんですよ。5分ありますね。コロナ禍で冷え込んだ飲食業界の消費を喚起しようという狙いだ。でですね、これがですね、文書で職員にね、だ市の職員に通知がいったらしいんですけれども、こういうふうに書いてあったと。これがですね、長引く飲食の自粛が地域経済に及ぼす影響を鑑み、市内飲食店への支援及び消費喚起による経済の回復のためとして、感染対策を実施した上で、飲酒を伴う会食、会合の実施や参加を呼びかけていると。呼びかけてるんですよ、むしろね。あと一応ですね、こういったことも書いてあって、マスク着用やコロナ対策点の利用、2時間以内の会合といった感染対策を求める一方で、人数制限の設定はなく、忘年会、新年会は積極的に行うこととしたと。というニュースがですね、結構見られてたんですね、このニュースね。もちろんこれですね、賛否両論飛んで見られてました。じゃあこれですね、世間はどう受け止めたのか、このニュースをね、少しだけ紹介させてください、これね。ということでこれですね、紹介するのはやっぱりこれですね、とても小さくて偏った俺たちの世界。そうです。ヤフーコメントです。これ紹介していきますね。どんな意見があったのか、このニュースに対してね。じゃあまずね、一つ目いきます。これがですね、自治体がするべきことだろうか、軽めのパワハラ感もある。いずれにせよ、危機管理する側から呼びかけることに違和感が拭えないって書いてありますね。はい、そして次。口頭で伝えるのはいいが、このようなことをわざわざ文書にするか、はてな、鶴岡市役所職員への断るなよという強い圧力。はい、次。このような内容の文書を発すること自体がリスク管理の甘さを物語っている。一人でも感染したら、また手のひら返しで禁止令ですよね。人数制限なく職員任せ、やり方が極端で、もし多発的に各部署で感染したらどうするのだろうか。フロア閉鎖、まともな職員なら怖くて宴会したくないはずだが、管理職の一声でやらざるを得なくなる。管理職は市長の指示だからやらざるを得ない。宴会のことで市役所が先陣切ると、その反動はすごいものになりそうですが、大丈夫ですか?はてな。そして次、なんで宴会なの?はてな。飲みたい人と飲みたいタイミングを合わせて各地で行けば良いのでは?
忘年会新年会の強制がうざいです。はい、次、最後、忘年会新年会などの無駄な宴会を嫌う自分にとっては、コロナの唯一のメリットは余計な人と付き合いをしなくて済む。断る大義名分、鶴岡市で感染者が増えたらどうするんだろう、また出歩くなって緊急事態宣言するの、はてな、っていう感じで、こんな感じなんですよ。だからこれがですね、マジョリティかね、マジョリティな意見か別ですよ。でもこれですね、やっぱ今あった意見ってのはこれですね。コロナなのに何してんだっていうね、何飲み会を、ね、促してんだってね、意見もあるし、他にもこれですね、コロナきっかけで飲み会なんてね、なくていいんだって意見もありますよね。だそういった2つの意見ありますけれども、だからこれね、だからこれマジョリティかわかんないですけど、やっぱこういった意見ってあるってことは、いくらこういった意見の人がね、ずっといるってことなんですよね。だから僕はですね、これがもうですね、コロナ前と同じには戻らないっていうね、証拠だと思うんですよ。いくらこういった人っているってことですから、これ。だってこれですよ、こういった意見がね、あんまりなかったら、ゼロぐらいだったのはこれコロナ前ってことですから、これがね、またゼロになるにはね、すごい時間かかると思いますし、コロナもね、これ、もうすぐなくなるってことはね、やっぱないわけじゃないですか。当分なくならないですよね、少なくともね。だからね、やっぱこう、なんかやっぱこう、いろいろ変わっていくっていうかね、状況元に戻ることってないかなと思っちゃうんですよね、すぐにはね。だからこれですね、コロナの自粛が明けたところで元に戻るわけじゃなくて、いろいろね、これからも変わっていくんだと思います。だからこれからもですね、大人数の飲み会ってのはしばらくね、数年はないでしょうし、だからその結果ですね、店は潰れていくし、もうだからこれ元に戻ることはなくて、だからってこれですよ、別にこうですね、全部の飲食店が滅ぶってことももちろんないんですけれども、その形は変わっていくって意味ですかね、これね。まあだからこれ徐々にですね、いろいろ変わるんだと思います。まあだから例えばですよ、これ大箱のね、大箱で会社とかの宴会に使われてた大箱の居酒屋さんとかね、こういったところやっぱなくなったりとかね、業態を変えたりとかね、あとやっぱ変わっていくと思うのが家賃です。家賃なんかね、オフィスのね、オフィス街にある店舗の家賃とかやっぱちょっと下がるでしょうし、逆にこれですね、なんかうっすらですけれどもね、うっすらこう住宅街にあるそういったね、店舗物件っていうのはちょっとだけ家賃がね、ちょっとだけ上がっていくかもしれないですね。まあ、ゆっくりでしょうけれどもね、そういったこともね、変わっていくと思うんですよ。家賃も変わっていくと、まあそんな感じでですね、いろんなことが変わっていくと思うんですよ。僕はそう思ってるんですけれども、だから本当にこれですね、商売って難しいですよね。これ何の商売でもこれですね、変化に対応していかないと潰れるわけですけれども、あ、これだからあれですよ、 YouTuber とかも多分ね、そうですからね、全く同じですよ。やっぱ変化に対応していかないといけないっていうね。だからこれ飲食業ってまだまだね、ちょっと変化に対応しないとね、潰れるって時代がね、しばらく続くかなと思うんですよね、これね。だってこれですよ、さっき紹介したようにね、少なくともこれですね、7割の会社ってのはですね、新年会とか忘年会しないって言ってますからね、やっぱこういったことに対応していかなきゃいけないですからね。はい、ということでね、今日はこんなところなんですけれども、あ、ちょっとついでにこれもちょっと紹介させてください。少しですけれどもね、最後もう一個ニュースを紹介します。これもですね、そんないいニュースじゃないんですけれども、失業者、ズバリね、失業者のニュースなんですけれども、これもちょっとついでに関係ありそうなんで紹介してね、終わろうと思います。じゃあちょっと読んできますね。新型コロナウイルス感染拡大が続く中、失業期間が長期化しつつある。総務省のこのほど発表した2021年4月から6月期平均の労働力調査によると、失業期間が1年以上の割合は3割を占めた。これがなぜかっていうと、コロナ禍前と比較し、雇用の受け皿となってきた宿泊・飲食サービス業で就業者数の減少が響いていると。で、これはですね、具体的にどのぐらいの数字かっていうと、4月から6月期の失業者数は233万人で、そしてですね、このうちのですね、1年以上失業している人っていうのはこれですね、前の年の4月から6月期比で19万人増の74万人いたと。割合では 32% となった。1年以上は18年から20年にかけて月平均で50万人台で推移してただけに、厳しい状況が浮き彫りとなったっていうことで、まあ、分かりやすいですよね。だからこれですね、コロナ前っていうのはですね、就職活動をずっとしてても1年ね、こう仕事が決まらない人っていうのはこれですね、50万人程度だったと。これがですね、まあ、だから53万人と54万人ね、これがなのに今ですよ、1年以上就職活動してるけれどもね、仕事が決まらない人っていうのは74万人いるってことなんですよ。だから明らかに増えてるってことなんですよ。そしてですね、その原因っていうのはですね、書いてありましたけれども、やっぱ飲食業とか宿泊業ね、これですね、働ける人の人数っていうのが減ってるからってことなんですよね。だから働き口が減ってるんですよ、その業界で。これは原因だと。前もちょっとお見せしたデータありましたよね、これ。なんかですね、びっくりしてですね、みんなに紹介したんですけれども、確かね、飲食業の雇用者数っていうのが、このコロナでね、3分の2に減ったっていうね、そういったデータありましたよね。だからね、飲食業界で働いてた人が3分の1ですね、辞めてる、なくなってるんですよ。働き口の数が減ってるからね。だから例えばですよ、飲食業で300万人ね、前を働いてたら、今ですね、200万人ぐらいしか働いてないってことなんですよ。で、これがね、今でも戻ってないらしいんですよ。戻ってないってことはですね、失業したら失業しっぱなしですよね。だって働き口が減ってるんですからね。そういったことでね、今1年以上ね、就職活動していても、仕事が決まらない人ってのはね、明らかにコロナ前よりも増えたままってことなんですよね。そういったニュースです。これもちょっとね、紹介したいなと思いました。はい、ということでね、今日は本当にこれで以上です。まあこれですね、今日もね、僕よくね、こう飲食業の動画作るじゃないですか。なんでかっていうと、僕自身がね、すごいね、飲食好きなんですよね。すごいお店巡りとか好きなんですよ。
だからね、今日もね、ちょっとね、飲食業のニュース、すごいネガティブな内容でしたけれども、僕はね、すごいお店をね、飲食業界ね、すごい応援してるんですよ。すごいね、好きですからね。はい、ということでね、今日はこんな動画でございます。バイバイ。いやー、でもね、ぼちぼちでちょっとね、休業してたお店もね、開き始めましたからね。